尾崎梨沙は、日本の女子プロテニス選手。兵庫県神戸市出身。WTA ランキング自己最高位は、シングルス70位。江崎グリーコ所属。身長162センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。8歳でテニスを始める。 小学6年生で全国小学生大会に優勝し、ジュニアフェド杯の日本代表を務める。2012年全豪オープンジュニア女子シングルスでベスト8に進出し、この年の12月にプロに転校。2013年全米オープンから4大大会の予選に挑戦を始める。2014年にはフェドカップ日本代表に選ばれている。2016年は7月に、 シティオープンのダブルスで、青山信子とのペアで準優勝。シングルスでは10月から11月にかけて、オーストラリアの ITF 女子サーキット5万ドル大会で2週連続優勝を記録し、11月7日付のランキングで94位となり、トップ100入りを果たす。2017年全豪オープンに、本戦ストレートインで、グランドスラム初出場を果たす。1回戦で、 元世界ランキング5位のサラエラニに2個から7、1から6で敗れた。3月のマイアミオープンでは予選を突破し、本戦出場。1回戦で、ルイザ・チリコ、2回戦で、第16シードのキキベルテンス、3回戦で、ユリア・ゲルゲスに勝利し、WTA プレミアマンダトリーで、初のベスト16進出を果たす。4回戦で、 世界ランキング1位のアンゲリック・ケルバーニ2の6、2から6で敗れた。全米オープン1回戦で、ダニエル・ラオに6から3、6から7、7から6で勝ちグランドスラム初勝利を挙げる。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。